なんだここは。猫こたちすねて寝ちゃったよ。こたちすねて寝ちゃった。あー、空気。マジかよ、こんなのもできんの。みなさん、出社したら風呂入れ。風呂？はい。出社じゃないけど、一応お風呂に入って体をきれいにして、おしゃれやな。え？おしゃれやわ。なんかいるし。え、すごい。え、おしゃれ。うわ、なにこれ。うわ、ちゃんと分けて。うわ、パクキン建設メーブル、小栗旬。あ、トイレじゃない、すごい。トイレもこんなになんか、まさかこれトイレットペーパーみたいな感じ。天才やん、考えることが天才やん、マジで。すっごい、バレた。え、これ何、カーペットみたいなこと。え、すげえ、これ冷蔵庫っていう感じ、やっば、テンション上がる。あっちすげえな、センスしか感じ、今センスしか。なんて書いてあるんだこれ。は？は？あ、これは悪菌やな。これは悪菌な、これ中から読むタイプか。うわあ！すごい！うわー、これやばい！我々は今からこちらのアジトに侵入したいと思います。反対です。ウィー、こちら自動ドアでございます。これ科学の発明ですね。これ科学の発明ですよ皆さん。これすごい、見て、体育、体操服で、うわ、やごー、体操服で出社しても大丈夫。すごい、おしゃれ。うわー、なにこれー。いいね、魚もいるやん。なにここ。うわー、欲しい。なに見とんねん、お前ら、おい。え、なにこれ、なんだこんな猫、だいだい、え、だい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 、なにこれ、なに、ね、猫屋敷みたいになっとるで。あ、こっから入れる。お、めっちゃ魚いるし。悪菌。あ、アイラブって書いてあるのか。あれとはさっきなんて言った、これ、アイラブ、悪菌って書いてるらしい。あれとはなんて言うんだっけ、さっき。野外プレイはこちらでどうぞ。何ここ、ここなんか何ホテル、ちょっと嫌なんですけど。退散しよう、ちょっと。そういう、そういう、え、全部そういうシチュエーションってこと。え、とはちょっとなんか見ちゃいけないもの見ちゃったかもしれない。え、もう帰ろ帰ろ帰ろ。やっぱりとは遊園地に帰るべきの、帰るべきの悪魔だったのかもしれない。やばすぎる、マジでやばすぎる。闇を感じた、ホロライブの闇。いやー、いや、あの、悪菌建設さんは、あれやな。外側は、なんか純粋な感じなんだけど、
ちょっと入り込むともうドエロなんやな。ドエロって言い方もあれやな。ドエッチじゃなくてなんて言えばいいんだ。そういうことだよね。ドセンシブな、センシティブな感じよな。危ないんですよ。え、あれおしゃれ。何これも可愛い。あ、これレコードさんの観覧車みたいな感じじゃない？可愛い。すごーい。え、おしゃれ。これおしゃれなんですけど、スイちゃんの家。スイちゃんちおしゃれやな。めっちゃいいな。鬼おしゃれやん。なにこれ、お姫様になったみたいな感じやんね。でもこれどうやって入るの？これ見るだけ？あれ？階段あった？嘘。え？あ、本当だ本当だ。おーおー、閉めとこ。わ、いいね。ロケーション最こうだよね、多分。多分最高な気がする。うん。あ、何これ、どうなってんの。うわー、お、いいね。いいぞ。じゃあいいな。この家おしゃれだよ。多分こんな感じにしたいな。うわっ、あっ、外見はいいっすね。あの常闇ミポイント、常闇ミいそうな建築ポイント評価タイム。うちれぬ急遽始めて建築あのポイント、あのなんか評価タイムというものはね、あの中身、中とあの内側、内装ですね、多分内装と外見、それをあの評価して最大何点かっていうものをね、あの今言いたいと思いますね。はい、はい、まずこちら、こちら外見、外見はもう80点。ちょっとやっぱり塔のちょっと階段がちょっと見えなかった。うん。で、あと内装はちょっと低めっすね。20点ぐらい。うん。あ、それはちょっと言い過ぎたな。30ぐらい。なぜかっていうと、なんでこの大幅マイナスかっていうと、やっぱちょっと塔の几帳面な、感じだと、ここのチェストがやっぱり綺麗じゃないと、ちょっと、うーんって感じだったな。はい。でも住みたいか住みたくないかと言ったら、住みたいです！そう、やっぱチェストの中が大事だからさ、チェストの中が大事。あ、え、何してんの、すげえ食べてない、え、かわいい。あ、あれ、なにこれ。あ、これシシドボタンか。シシドボタンがスバルちゃんの、うわ、スバルちゃんの股間を、あれ、スバルちゃんの股間をなんか狙ってるんだけど、なんかオマールポルかな。あれやん、家があるってあって、あれやな、銃撃できんのか。スバルちゃんもポルカに命を救われたな。